<laughs> 自分で書いたのも見分からんくなってるけどでまた一方その頃こっちでは孫は可愛くない <laughs> 孫は全然可愛くない <laughs> そんなことはっきり言うおばあちゃんいると思ってそびっくりしただから <laughs> 孫可愛くないあれ可愛くないよ <laughs> あれはねもうできらんぬよ <laughs> あのねおばあちゃん前の、ね、誕生日だったわけ私、うん、おばあちゃんお誕生日おめでとうあんまりおばあちゃんにお世話になってないけど書こねこんなこと <laughs> 一人漫才。さっゃみような、もう孫は可愛くないっ <laughs> ずっとっ <laughs> でも絶対、ちょっと思って言わなかったけど、うん、なんか、そう言わせた節はちょっとどっかにあるんじゃないかなっていう。このおばあちゃん言わせてそう、ね、そうそう,そうな,んなんか孫にめっちゃ妄想言ってそう,そう。孫被害受けてそうな気はするなって思いながら、そうなんですかね。そうそういや、そんなことないでしょっっ <laughs>、うん、でもね、やっぱりその、<laughs> 離さないといとうか、うん、心をわしみつかみにされるというか傘だってさ安いもの買おうと思えばさ、うん、今100均でも買えるし、ね、スーパーでももっとね、うん、いいかわいいもの買おうと思えば買えるかもしれないけどうん、うん、ここで買いたいって思ったもん確かにこの2人から買いたいって思わせるってだからここまで長く続いてるんだろうなっていう,うなんか一応その娘さん いわくこの平和通りの中で一番長くやってるお店だからって話をしてて確かに95回いたらそうなるのかなって思いながら結構いそうじゃない気いそう奥の方に下着とか売ってるまだ同じぐらいの多分お店があるんだねもしね気になる人が行ってみてが絶対かっぱ店みたいな名前だったよね 甘くなんとかみたいな。大丈夫。大喉に、喉にごめんになんかすすめが詰まったみたい。<laughs> どういうこと、それもうことから飛んできちゃった。結構詰まってる。<laughs> じゃ、ここで CM エいきましょうか。<laughs> はい。<laughs> あ、あ,あ、メッセージ読んでなかったね。うん。<laughs> 怒って、怒ってる、怒ってる人がいる。<laughs> だそのじゃあ怒ってる人の呼んであげようゆかちやきファンさんトーク長すぎるなコメント呼んでよ <laughs> 読む呼よ読むる呼ぶよこんばんはこんばんは韓国からも来てますようそ<嘘> <laughs> どこ恋するかっちゃんさん, <laughs> な,んなんとかなんとかよゆかちやき寂しかったんだはずねそれは頑張ってね韓国語入れたら何 <laughs> て読むのかなこれ ハメと送ってくれてる「恋するカティクラさん」とか何かコタがメール送ってくれたみたいあっほんとえっとこれかえ見て見てうん

まえっこれまたよしさんってこと怖い怖い怖いそういうことだろ はい戻ってまいりました。はい。トナイトファイブです。木曜日よろしくお願いします。はいお願いいたします。はい。今ツイキャスあのねエブリルフールからまさかね始業式からおばあちゃんの話をなるとは思わなくて、まそろそろね皆さんのメッセージでも読めたらなと思っております。はい今ツイキャスも通しました。はいはいえじゃあ。 コメントどんどん読んでいきましょう。はい、どこまで読んだかなこんばんは、皆さんこんばんは。えーっとですね、わ、今日たくさん来てるからわかんなくなって、あ、これだ。うん、ラブストーリーが突然に、<お>かっこ、小田勝也さん。<laughs> <laughs> これ知ってる人な感じするな。うん <laughs> あ、なんかね。うん、<laughs> はじめまして、ゆか、チェヤキもうチェヤキって言っちゃってるから。あの、BGM が。 ひみりりりててててて。小 <music> 田勝也さんね。はい。はじめまして、ゆかちやき。もう、ェアキって言っちゃってるから、誰かわかるね。わ、うん、かる。こんばんはです。小田です。よろしくお願いします。お願いします。この番組あれか、あのー、小、うん、田さんから、松崎しげるさんから、もう、いろんな昔の有名な人たちが、<laughs> 聞いてくれてるのね。もう誰が誰だかも、じゃ、わかんない、もう。大半は、<laughs> あの、AKB ファンさんですよ。らしいね。裏添えののりさん。じゃじゃーん、サングラスは乱射入りあ、そうだ。そうなのね。じゃあもうかけてないといけないのね。そうだね。ありがとうございます。こっちまで来ていただいて。なんかね、あの、ま、近くにいたら、うん。木曜日がよかったってそういえばって気づいて、うん。で、ま、いるし、見に行こうかってっていうので、うん。見に来たけど、1時間前に来ちゃったからずっと待ってたって言った。あ、そうなんだ。そう。 早く着いちゃったね。うんでも持っててくれて。あありがたいです。ありがとうございます。気をつけて帰ってくださいね。うん。えっとのりさん、こうた、お疲れ。<laughs> ずっとねラジオ聞いてたんで<ー>お昼からね。あ, <laughs> あすご。うえちゃあおいちゃん、えっ、ー、とエイ,エイプリルフールなんも嘘つかれなかったです。泣き。嘘疲れなかったあ<ー>まあ疲れたいよね。こういう日だけは。ああそっか。疲れたくないかな。 わかんない。なんかもう、もうそう、そういう意識もないかなもう、もう30になったら、<laughs> そうそう、なんか、うん。でもなんか新鮮だった。<laughs> まあね、そうだね。うん、こんなにがっつり疲れることないんね <laughs> そうそう。なんか、いいぐらいの、なんていうの、嘘ついた後にすぐ嘘でしたって言われるから、うんうん。なんか、あすっきりってなるけど、うん、それをさ、一日中ずっと、 引っ張ってたら、うんうん、ちょっとなんか信じられなくなりそうじゃん。うん人を。え嘘なだ全然。これ嘘え何何言ってもみたいな <laughs>。<laughs> <laughs> えっと、ゆかちやきファンさん。ゆかちゃんちやきちゃん、こんばんは。よろしく。よろしく。お願いします。お願いします。<お>えー、小田克也さん。<ー>ゆかちゃんかわいいね。もうこれ知ってる人だな <laughs>。<laughs> 完全に。ゆかのファンだな、これは。<laughs> えっと、 田克也さん「トゥナイト5」は突然に作ろうかってそんな感じで作るのラブストーリーは突然にそんな感じで作ったのトゥナイト5は突然に <laughs> 作ってくださいぜひ <laughs> <laughs> えーっとー <laughs> ユカあきファンさん何 <laughs> で泣いてんねんって嘘かよじゃけどね <laughs> そういうことねそう心配してくれてたんだよねこの話してる間うん、うん、あすかちゃん修学旅行普通に北海道です沖縄が良かったですあ そうなんだ北海道でもいいんじゃん北海道もたぶんにはね普通に北海道ですの感じもよくわかんないけどまあたぶんもしかしたら上か下かってことはね。あそういうことね向こうの定番は北海道ってことだはずうん佐賀付近九州はなんじゃないいつぐらいに行くのかな暖かい時かなそうだねどのあたりなんだろうね春暖かい時の北海道行ってみたいめ高いじゃんめっちゃ寒い時はちょっとね <laughs> 経験はしてみたいけどずっとはちょっといいや綺麗らしいからあすかちゃん中学校はオー,ストリアオーストラリアだったのに高校では国内とかって確かに <laughs> 逆だったらねそうあのあ中学校でちょっけど飛びすぎたからね <laughs> そうだねオーストラリア行っちゃって、えー、高校だったどこだったら気が済むのかなえー、もうあれじゃん反対側とかオーストラリアブラジル,ラジル南極とかいや南極分かんないウスチュウ <laughs> でもねそうだね国外の次は宇宙かもしれないそうだよそうけどいや違うな、うん、どこだろうな確かにねあの、まあ、沖縄は中学校は九州行くんだよねうん、うん、で高校で、まあ、東京だったり北海道あんのかな分かんないけど大阪とかねうん、うん、なるけど外国とかね<う>確かにちょっと規模ちっちゃくなった感もあるかもしれないそう,そうかもね、うん、えー、でも中学校で国外ってすごくないすごいあんまり聞かないよね うん、<う>いい学校ぐらいじゃないかな私ーツとかいいやっぱコアラとか見たのかな,なか見たと思うよカンガルーが怖いかも <laughs> かっちゃんさんよゆか千秋四4月は恋の季節だね出会いだぜこんばんフーうそうだね <laughs> 恋の季節か,っか恋するかっちゃんさんだからね<春> <laughs> <laughs> うん ナイナイの矢部さん系ってどういうことで、えっと浩太がメール送ってくれました、うん、で、のりさんが「帰るねバイバイお疲れさま」あーお疲れさまですおめーごめんねありがとうえっとゆかあきファンさんトーク長すぎるなごめんね <laughs> そりゃねあんだけ送ったらね <laughs>、うん、読んでほしくて寂しくなるよね <laughs> はいえっとあすかちゃん「ああそのうち沖縄行きますたぶん」<laughs> <laughs> そん,なそんな感じだ、ね、<laughs> もう来てるはずよ多分、うん、あすかちゃんいっぱい来てください <laughs> あ個人的にドイツにめっちゃ行きたいのであいいねドイツそういうことる、ね、オーストラリアをえるのはドイツそうだねあ南半球からちょっと北半球みたいなことのいいかもねヨーロッパ確かにそうだねヨーロッパでもドイツっていう、うん そうでね。ドイツってでも英語まあ喋れないことはないか。うんうんうん。じゃジャーマニー、じジャーマン、ジャーマン、ドイツ、ドイツ語。ビール。チョコレート。いやいやいや。えっとこうたゆかの突っ込みないないのやべさん系そう？初めて言われる。ピンとこないでもやべさんも。えそう？そうあありがとう。 ありがとうそうかなえアスカちゃん今沖縄の予定立ててますってあすごいすごいどこ行くんだろう今回はとコーター優しい系ってないないのね安倍さんのあそういうことねそうそう優しい系さあメッセージ届いてますので二つうんつあ誰でしょうあ三つ来てます珍しくない三つっていうのも。 珍しいです。じゃあどうすよこれは最後に読むこれ。うんうん。じゃあ、何からでもいいですよ。はい。ありがたいです。と、恋するかっちゃんさん。あ、ディナイトファイブ。さっきもいたよ。メールでもありがとうございます。存在ってきてたよ。はい。ゆかちゃん、チェ、チェケア、チェケアキちゃん。もうむずっ。むずめっちゃむずい。チェケアキちゃん、リスナアキちゃ皆さん、恋ラブ出会いかっちゃんだよ。 エイプリルフールの日ゆかちあきに会えたよね二人かわいかったまた会おうぜあそれ嘘うん今日も,もアイプリルフールじゃないようん嘘だよね,だよねやっぱり、うん、怖いなと思ったったっけと思っちあき信じちゃうからかるちゃう <laughs> <laughs> 意外にねいかつく見えて信じちゃうタイプよ、うん、<laughs> いかつく見えてるのかなみんなにえそうだよ <laughs> えっとまあお名前が「てんてんてん」うん

誰からでしょう。まあ、でも、あの、まあ、この方、初めましてなんですかね。はい。どうも、初めてメールを送らさせていただきます。利根川ホップキンスの又吉広人です。いや、知ってる。<laughs> めっちゃ知ってる。わざわざメールであー、ありがとうございます。ありがとうございます。春は、明曙と申しますが。沖縄は、四季の訪れが感じにくい地域だと感じております。 春なのにダウンジャケットを着たり、うん、雨でも傘をささなかったり、うん、これはもはや県民,県民性なのかと思っております、うん、お二人のおすすめの漫画はありますかいや関係ない <laughs> 全然関係ない <laughs> あ,あと告知もよろしくお願いしますあはい、トネガオホップキンスダンドライブ奥さん半額シール貼りましょうか4月9日日曜日9日ですね会場17時45分、はい、開演18時6時ですね<い>場所は沖縄可決で前より1000円です ネガンプキンス2人ともチケットは持ってると思うのでぜひ連絡してみてくださいはい4月九日よろしくお願いしますありがとうございます聞いてんのかな聞いたらコメントすればいいのにねここにね <laughs> <laughs> ここに <laughs> き聞いてますか聞いてますかまた吉ひろとさん いやもしかしたら嘘だったりしていやだどこがどれどれこれコーターが送ったメールだったりして怖<っ>だとしたらもう怖いよ <laughs> コォーターそれはーコーター怖でもこのメールアドレス完全にもう又吉たんだから、ね、<laughs> <laughs> じゃあ本<っ>人だお二人のおすすめの漫画ありますかってすすよく結構読むんじゃないぜひ最近読まないけどえっとねうんとね昔はあの昔はカードキャプターさくらめっちゃ好きだった あ、漫画でそう、漫画であの仲良しになった時から読んでてプラス単行本も好きだから集めて買っててあの人クランプさんっていうんだけどこの書いた人があの人の絵が好きでで、カードキャプターさくらの画集っていうかその絵だけが詰まったやつが出た時に1500円ぐらいちょっと高めだった小学生だったしそのにはね小学生だったし買えないと思ってたけどなんかクリスマスプレゼントか誕生日プレゼントかで買ってもらった好きだから。 すごいでもそこまで集めてたらね、うん、ということでまた皆さんカードキャプター桜読んでいただきたいと思います。<laughs> <laughs> あと最近になってまあ全然あのまあ高校で一回あのー、漫画離れっていうか、うん、があったんだけどうん、うん、最近になってセイントお兄さんにハマってああ面白かった今全然読めてないんだけどそうあのー、なんだっけイエス様とブッダ仏教のブ あの最高峰の人とキリスト教の最高峰の人が、うん、天から降りてきてホリデーでうん、うん、で人間界日本の東京の立ち代わったところで、うん、ルームシェアしてるっていう生活を描いたやつなんだけどうもうめっちゃ面白い面白かった全然そういう宗教の人ではないんだけどめっちゃ面白かったなんか神様を身近に感じられるそうそう親しみが持てるっていうか そうそれで言ったらなんかあ,れあれなかったっけコンビニで働く仏教を学んでる男の子の話何バイトのああタイトル出てこないよ別の漫画ででなって、うん、あのなんかそのいろんなことが起きるじゃんコンビニ普通の普段のうん、うん、それを全部諭すっていう。うーん 面白そう,そう面白かったあれ、うん、ちょっとまた思い出した時に言いますね「パペラ Q」っていうネットのアニメもちょっと変わってた「パペラ Q」っていうパペラ Q 菌みたいなやつなんだけど、うん、頭がか頭にかめっちゃでかくなって、うん、カニの手が生えるっていう。 <laughs> 何それ独特な漫画 <laughs> そうそうそう独特なやつがあるんだけど、うん、それも結構変わってて面白かったかなええ千秋が読んでたもん、ねうん、ちょっとちょっとなんかなんかえぐいというかそういうところもあるけどまあ面白いのが多い漫画だった、うん、まあね <laughs> あのー、なんていうのまあ女子だからなんていうの女の子向けの漫画ばっかり読んでたねから、うん、僕らがいたっていうのも,もう最後までちゃんと読んだ もものの一つちとクローーバすごく面白かっっったためゃて僕らがいためっちゃ面白いあれはまだ終わってないのかな仲良し系の漫才いや「うん」じゃない「僕らがいた」はちょっと大人のよりのいかも単行本でしか読んでないんだけどそうそうで「はちみつとクローバー」も友達から勧められて単行本で読んだんだけどすごい面白かったなうんなんかもう読みながら泣いてたりするその言葉一つ一つに。 ちちっゃいでも昔集めてたのはあのあれんだっけ花団と描いてる人と一緒の人花より団子描いてて人が描いてる漫画はほぼ持ってたその後ギャグ漫画とか結構出してて女の子の「すごいよかんナさん」たか「すごいよかんなさん」とかなんていうの背形張りに化粧が上手な女の子の話とか冷蔵庫に入るとめっちゃ 太ってる女の子なんだけど冷蔵庫に入るとめっちゃ痩せた女の子になってっていうそういうストーリーがそうもう死にたいともうこんなに太ってる自分死にたいと思って冷蔵庫に入って投資しようとするわけでコンビニのなんか冷蔵庫に入そうそうそう忍び込んででかすぎて入らないからで死のうと思って入るんだけど朝目が覚めてるとこのいつも冷たい世の中の男の人が「大丈夫ですか?」みたいな「どういうこと?」って。 パッてこのなんていうのっうっすらそのガラス越しガラスに映る自分を見るとめっちゃ痩せてる <laughs> それでその恋が始まる<法>でもお風呂入ると戻っちゃうっていう何その水分だったら戻るな <laughs> それでそう恋愛してってでも そういうの見せれないじゃんそういうのでなんか本当の自分をね急にデート中に戻っちゃってどうしようとか雨に濡れちゃったみたいなそうそうそういう話のやつめっちゃ面白かったそんなの書いてたんだねそうそう書いてる全然傾向が違う感じで花より団子とっていう感じですよまたよしろとさん聞いてますかえっとじゃあえうん。 もう一回 CM ありますよねあじゃあ CM にいきましょうじゃコータが今度こそ送っておっつってちゃんと届いてるのでじゃあ本当のコうタだねうんそしてこう本当のまたよしさんだったってことねそう本当のって何別にどっちも嘘ついてなくだってんかありえそうだもん確かにアイコン変えてね うん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 あニーチェ先生そうそうそうニー先生ああ仏教じゃないニーチェだニーチェえニーチェ面白そうじゃ面白いニーチェ先生、うん、コンビニでバイトしてるんだよねなんかそんなやつだった面白そう全部なんか最初しかまだやめてないけど、うん、面白かった今もつ続いてるのかな終わってるの、うん、でも結構新しめの方だと思うけど、うん 漫画読めてないな全然。読んだら読んだでハマるよね。あ,あれが面白いよ。オーバータイムス。ああなんか言ってたね。沖縄タイムスの4コマで毎日ついてる<ん>あれめっちゃ面白い。なんか超楽しみにしてるあれ。うん<ー>。もう切り取ってスクラップしたいもん。本当 <laughs> でも単行本出てるっていうかそれも買いたいかも。<laughs> オーバータイムス。めっちゃ面白い。あるある。あるあるあるもあればないないもある。ああそういうことね。そう。 最近でから宇宙船バーってきてまあないでおばあが「UFON」でバーって降りてきて3人男の人がパーって出てきてったけどめっちゃ真抜けな顔して男の人が「え宇宙人いや我々は地球人です」「フロム泣き人」って言って「宇宙人の人すごい」っていうのが「泣き人の人なんか,か UFON みたいになってるってこと我々は地球人フロム泣き人きって <laughs> ちょっと言い踏んでるし。<laughs> はい、戻ってまいりました。<ー>ハイビスカスパーティーとナイトファイブです。でか<ー>慣れてきたよ、これ。うん、もう何とも思わない。何 <laughs> <laughs> とも思わないのもかわいそうだけどね。うん、<laughs> <laughs> さあ、じゃあ最後に、はい。あの、コーターからもメールが届いてるんで。ありがとうございます。えー、こんにちは。松村かおりよしコーターです。<わ>いきなりですが、研究スクです。あ、なんでしょう今年も ONY48 選抜当選挙開催します。 あーイエーイそういうことだったのねパチパチパチー正式タイトルもあんの第三回 O N Y forty e i g 選抜総選挙今年からは O R G forty e i g も参戦するよわからんどこかどこか分からんオリジンオリジンさん <あ>上のタイトル通りうう今年からオリジンも参戦します今年の議席は去年と同じ通り1位から16位までは選抜メンバー17位から32位まではアンダーガールズさらに今年からは参戦人数が多くなったということで<う>新たに33位から48位までのネクストガールズが新設されます、うん、去年まで県外だった人は枠が広がったのでチャンスですちなみにもう審査投票が始まっています、うん、速報は4月の下旬 では本番の6月中旬をお楽しみにしておいてくださいあスタッフさんだっけ <laughs> <laughs> でもあの実際のね AKB も6月に沖縄で総選挙するっていうねあそうらしいねでもなんか梅雨の時期だけど大丈夫かみたいなことをそうだか書かれてるのを見たトミングスクにあるんだっけなんかそうその時期なんかそうだね梅雨だからね沖縄は確かに大丈夫なのかな <laughs> もうそれあえてたはずね<う>なんかもう新聞に載ってたけどなんかもうすでに1万人規模を見越していて、うん、この発表があってから沖縄でやりますよって、うん、もうその周辺のホテル全部満,満室ってすごいだって行きたいもんね見たいもんね見てみたい生でどういうものなのかっていうのね、うん、絶対でも何やかんやで感動するんかな、うん、もうああよかったねっって、ね、スピーチも上手だったよーって千秋 <laughs> さん大丈夫今日 <laughs> 咳あやばいなこれやばいな大丈夫かな <coughs> 乾燥してる乾燥し,乾燥してるうんまあ気をつけてください、ね、<laughs> あそう明日もちのライブがあるのでねあそうですそうそうです お茶飲んだらお茶はいカタカタして <laughs> 大丈夫かなそうなんですえっとですねまあコメントもたくさん届いてますよえー、っとあすかちゃん花月メインで来るみたいですよ沖縄に吉本美術館にも行けたらいいなって思いますあーあーそ,うだそうそうチケットもあるのねそう4月の中旬だっけ、うん、からやりますよ17かなで さっきの又吉さんからのメール、うん、コーターとあすかちゃんが「また珍しい!」ひろとさーん <laughs> <laughs> みんな盛り上がってる人気,人気だね呼ばないといけないな、うん、えっとあすかちゃん「ブリーチおすすめ」です少年漫画で唯一ハマってます、ね、ブリーチねすごいみたいね最初は呼んでたけどな今も続いてんのかなブリーチって続いてるのかな分かんな最初い最したのかな<然>最初は呼んでましたよいちごって名前がすごく斬新だなって思ってますちご？いちご

去年、ゆかさんは12位、千秋さんはお休みしてたので辞退でした。え、千秋、辞退したのたのこれ、しこれ何したら上位に上がるの、これ。わかんない、コーターとの接し方とか、かあのコーナーでの振る舞いとか、<laughs> か全部含めて。まあ、でも、投票らしいから。 投票なの、うんだ。結構投票、あれだよ、1万6000何とか票とかす。ごい、どこから集めてくれてるのか。すごいいっぱい票が入ってますごい。えっと、AKB ファンさん、えゆか、読んだか読んでない読んでない読んでない。えっと、こうた、明日うちのライブなのに、あおいちゃん、喉大丈夫ですか明日心配。<laughs> みんな心配してくれてる、ほら。<laughs> 感想、さっき、<laughs> さっきさ、うん、あの、AKB ファンさんも千秋大丈夫かって。 せ咳咳しようと思って出そうだったわけ、うん、でもうるさくなるからトイレでしようと思ってトイレ開けて、うんうん、あおってしようとしたってした時に小虫が喉に入ってる <laughs> ちっちゃい虫やばいやばい出さないと <laughs> <laughs> やばいやばい重しょそう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  <laughs> そう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 う ごめんっ。<laughs> ごめんっ。無 <laughs> しもびっくりした。ただもう何も考えないと。そうそう。もうもうあもうそろそろ寝る時間だなあ。うーっ<て> <laughs> びっくりした。も。<laughs> かわいそう。かわいそう。かわいそう。無事出ていったはず多分。いや出て行ってないよ。喉にもう入っていっちゃう。<laughs> 私とち共に生きていきましょう。えっ <laughs> 怖<っ>。<laughs> えーっとですねあすかちゃん最終巻を迎えたと思いますブリーチあ,あそういうことねオレンジの髪型のいちごですよねえっほかにもいるのなんかそれしか知んないえへ<っ>えー、そうなんだあそういうことうんじゃなくてイチゴって、うん、オレンジ色だよねってことじゃないのいちごがいっぱいいるんじゃなくてんうん どういうこと <laughs> <laughs> 何の話してな, <laughs> などういうことうん、うん、そろそろ告知かな,なんかこっちだねみんな明日うちのライブ見に来てくれるんですかね葵ちゃんもコタンもよかったら来てチケットあるよはいえっとそれがえっ、ー、と明日が4月4あ7日はい金曜日金曜日19時半はいから始まります、うん、トップ15の争い、はい、西本沖なのね芸人の中ではいで まあ今はなんだろうこの,この3四三月4月、うん、安定して4位にね <laughs> ずっと<う>ずっと4位に今まで一番上がって4位にしかいあんまなくて前上がったま,まあ一昨年かなうん、うん、一昨年上がった時も一番最高が4位、うん、まあでもそれは総合じゃなくて、うん、その日の あ、そうそうそう。そう,そうが4位。だったんだけど、今、まあ、総合も含めて、4位。<laughs> <laughs> どうしてもこの3位をね、いかないっていう。そう,そう、なんかあの、なんていうのめっちゃ上がりたいってわけでもなく、下がりたいってわけでもなく、<laughs> うん、4位にふわって <laughs> そう、なんかいるんだよねそう、ずーっといる。<laughs> 安定してる。でもサインに行かないところが自分たちらしいなっていう。ぽいねぽいね。四位にいそうだね。やっぱサインのね壁はでかいっていう。でかいね。乗り越えようとも思ってないですね別に。ダメダメ。ああダメ。乗り越えられたらいいなぐらい。大人のねあのね使ってあのね。うそと言ってはいけない。乗り越えられたらいいなぐらいそうそう乗り越えていこう。でここういく場合もあるからねこういう。 <え>そうそうそう。イキかムな。うん、はい。他にはご口ありますか。えっと四月なのかさっきのうちのライブプラス、うん、えー、まあもうまあざっくり言うと、うん、今月の土日ずっとライカムにいますね。あ <laughs> そうだ。しかも土曜日、うん、あの韓国の,出身の歌手、まあ、歌手 K さん。そう。 関根莉さんの旦那さんはいがあのライカムに来るらしくてそ<う>しかもステージが1回だけじゃないらしいので何回かあるみたいですよ、はい、ぜひあの調べて来てみてくださいあの、うん、みんな「1リットルの涙」の主題歌うん絶対聞いたことあるので聞いたことあると思いますその司会をさせていただきます、はい、でイースター企画っていうことで日曜日土日あの子どもたち対象に。 なんかやるみたいです <laughs> そ,それもねあのライカムのホームページ見たらもしかしたらもうすでに載ってるかもしれないのではいよろしくお願いしますで4月の20日から23日沖縄国際映画祭が、はい、はいはい、島全部で「大きな祭」がまた4日間始まるので、はい、ぜひあの那覇メイン会場なのでそれ以外にもやってるのでお近くの会場に行ってみてください、はい、でもう毎週1回は 沖縄か月での出番が入っているので、うん、そちらもホームページ見たらと思います。うんはい、さあ今日もありがとうございました。また来週聞いてね。